衝撃の最下位転落。ファンの心に打撃。8年ぶりの首位からの落下に衝撃が走る。一時は8年ぶりの単独首位に立ち、最大6つの貯金をしていたが、連敗が相次ぎ、5月4日には最下位に転落した。ファンのため息が聞こえてきそうなのは、昨期まで2年連続で露妃に低迷していた中日だ。開幕直後の勢いが春の珍事で終わってしまうのか。 心配されるしかし、元中日のエース、小松達夫氏は楽観的だ。まだ5月ですからね。今期のセ・リーグは首位チームから最下位の差が小さい。下位に落ちたからといって悲観することはありません。A クラス入りどころか、逆転優勝のチャンスもあると思います。中日の復活は決して夢物語ではない。その理由は2つある。 まますます著名なのは巨人からの遺跡である中田翔の存在だ打線に深みが増しました前シーズンは主砲の細川聖夜に注目が集中していましたが中田の加入で相手投手の注意が分散しましたこれにより細川の負担が減り自由な打撃が可能になりました中田の良い影響は打線の厚みにとどまりません 球団関係者によれば中田は野手だけでなく投手陣へも気軽に声をかけチームをまとめていますコわおのイメージがありますが実際にはとても面倒見の良い選手です日ンハム時代には広島遠征の際によくチームメートを自宅に招待していました巨人でも後輩の秋広友人と一緒に自主トレを行い熱心に指導し ブレイクの機会を提供しました中日に入団してからも周囲を気遣う姿勢は変わりません食事会を開いたエースの柳優也は若手投手へ打者心理を丁寧に説明する中田の姿に熱い気持ちが伝わってきたと感激していたそうですチーム状態がさらに落ちることもあるでしょうしかし中田がいれば選手たちを鼓舞してくれるでしょうし 逆境を跳ねのけるることとができると思います中日が逆転部位を果たす2つ目の理由は辰波和義監督の表現であると言われていますスポーツ紙担当記者によれば就任3年目を迎え気持ちに余裕が出てきたのか監督の笑顔が多くなりました昨季まではミスした選手に厳しい表情で叱責する場面が目立ちました2年連続の再会で 結果を出すためにはどうしたらいいだろうと監督が考え変化をもたらしたのでしょうチームのムードがリフレッシュされ選手は非常に良い雰囲気でプレーしていますたとえ負けが混んでも巻き返せるという前向きな気持ちが伝わってきます元々もともと小笠原慎之介松葉隆弘メヒア涌井秀明 高橋博人とといった先発陣が充実しており、リリーフ投手も安定しています。さらに、中田の加入で打線が強化されました。戦力は昨季の覇者である阪神や巨人と遜色ありません。今季の中日は強さを感じます。今のドラゴンズなら、真剣に優勝を狙えるでしょう。果たして中日の未来は希望的観測で終わるのか それとも真に変貌したのか。真の価値が問われるシーズンの中盤が幕を開ける。ここ数年の問題である打線が、現在までにチーム打率2位、チーム本塁打数3位、もちろんこれだけで全てを評価できるわけではありませんが、素直に素晴らしい成績だと思います。虎のファンですが、正直昨年までは2点差あれば勝てるだろうとの期待がありましたが、 今年は全く安心できませんやはり中田翔の加入が予想以上に大きいと感じます投手陣も安定しているし優勝まではどうか分かりませんが相手チームにとってはかなり手強くなったと思っています中田翔選手の加入により細川誠也選手が本格化の兆しを見せさらに打線の中で活躍しています 昨年は石川貴也選手が将来の手法として育成され細川誠也選手自身も若手としてドラゴンズに加入しました彼ら若手主軸は未知の環境で苦労しました中田翔選手の存在感が若手選手たちに良い影響を与えていることは広く認知されています中田翔選手の存在は細川誠也選手のプレッシャーを和らげているようにも見えます シーズンはまだ続きます。チームも打線も投手陣も山あり谷ありの展開が予想されます。しかし、昨年のような脆弱さよりも期待感が大きいと感じます。セ・リーグは激しい戦いが続いています。粘り強く戦い続ければ、昨年のような激しい戦いにはならないと期待しています。監督批判もある中、 今年は中田選手をはじめとする多くの選手を獲得したところでは満足のいく結果です。あとは成績がついてくればと願うばかりです。投手陣も初回から点を取ることができれば、楽に投げられるでしょう。中日の辰波監督、栽配に魂を込めて、細川、中田の猛打で敵チームを打ちのめす。辰波和義監督の栽配が成功した。 中田翔と細川誠也が同時にスタメン出場する試合で初めて細川を4番に配置し1回2試1塁の場面で左中間を破る先制の適時二塁打を打ち期待に応えた素晴らしい形で先制しました細川は昨年よりも成長していますその背後には中田の存在がありますしばらくこのスタイルを維持したいと考えています 細川の後ろに中田がいることは心強いと監督は述べ今後も4番の細川を5番の中田が支えるスタイルで臨む意向を明らかにした先発メンバーは左翼に福永を配置したそしてルーキーの小田をプロ初の先発選手として8番の中堅に起用した小田は4打数ノーヒットであり6回にはバスターエンドランで空振りし 一塁走者の山本が盗塁死した。監督は、打つことよりも守備をしっかりとしてくれればいい。これを糧にして、これからも頑張ってほしいと、小田に対する今後の期待を述べた。やはり、4番の中田には強い存在感があり、彼が不在の際の影響は大きかったですね。そのため、このタイミングで細川を選んだのだと思います。間違いなく 彼は実力で選ばれた選手です。まだまだ試練が待ち受けていると思いますが、中田や石川に対しても、簡単にポジションを譲るわけではなく、3人が激しい競争を続けてほしいです。将来的には、ポジションを固定することが理想です。しかし、今シーズンはチームの戦力が整いつつあるため、さらなる競争の年として、 すべてのポジションで選手たちが切磋琢磨していくべきです中谷村松福永岡林石川木下もまだまだ安心できない状況ですよ細川のようにしっかりとレギュラーの座を掴んでいただきたいです福永は1番で2度の出類を果たし細川のタイムリーヒットでも素晴らしいランニングを見せてくれました 徐々に活躍が目立ってきていますね村松と細川は相変わらず驚異的なパフォーマンスを披露していますねその程度の素晴らしさに笑いがこみ上げてきます笑そのため3番の役割がますます重要になりそうです石川カリステなども今後このポジションに入ってくる可能性がありますが上位の2人の流れをつないで なんとか細川と中田に打席を回したいですね。また、織田に対するしっかり守ってくれたらというコメントは、すべてのコメントを拾えていないかもしれませんが、守備力ならば三好でも十分であり、なおさら上林を落とした理由が理解できません。織田の打撃もまだ一軍で戦っていくには修練が必要だと思いますし、下打線からのつなぎでも村松らが好調なだけに。 守りだけを理由に8番を決めてほしくありません。立浪監督は様々な起用法を見せていますが、私は彼が将来を見据えて断りにかなった采配をしていると感じています。昨年までは利用できる選手が少なすぎて、その戦略が理解できないことが多かったのですが、今年は違う印象を受けます。まあ、批判する声もあるかもしれませんが、 私は監督の采配を含めて楽しんでいます実際様々な選手を見ることができて楽しいし期待できる選手も増えてきていますよね明日も楽しみですね確かに監督の采配は的を置いていますね細川選手は得点圏でのみ打撃が光りその後の追加得点の機会では全く打てていません 三好選手もしばらくスタメンに名を連ねることはなさそうですね彼は足が速いのにバントの姿勢を見せずにただ打席に入りボールを打つだけの打席が続きましたさらに怠慢なプレーで信頼を失ったはずです一方今日初めてスタメンに名を連ねた小田選手は三好選手とは異なり二塁に出るための努力が見られます 彼はまだヒットを打っていませんが、期待は持てるでしょう。